皆さんこんばんは。ちょっと設定に手こずって始まりが遅くなりました。もともと日本代表の試合を見てたっていうのもあるんですけど、こんばんは。皆さん見てましたか？日本代表の試合、イタリアとさっきまでやってて、結構展開的には惜しかったんじゃないかなと思ってて、3セット目取りましたけど、そうですね、4セット目とかは劣勢の場面が多かったんで、ちょっと厳しい状況だったんですけど、でも結構いろんな選手も出てたように見えて、どの選手もしっかり点取ってたっていう印象もあったし、別にそんなイタリアに圧倒されたっていう感じではなかったんじゃないかなって思いました。あんまりそんな評価とかするつもりで始めたわけじゃないんで、まあこの辺で、で今回の配信なんですけど、ちょっと急にやろうと思ったのが、ちょっと更新、動画の更新、ちょっとできてなくて、作ってはいるんですけど、ちょっと前回の更新から機会空いたっていうのと、先日、新型、コロナウイルスのワクチンを接種しましたっていう、まあ、報告じゃないですけど、まあ、その状況とか反応を、まあ、ちょっとお話できたらなと思って始めました。まあ、僕、多分皆さんが思ってるより最近の話ではないんですけど、ワクチン接種して、もうちょっとしばらく経ったんで、もちろんそのワクチンの反応とか今はないんですけど、接種して、まあ、その日は本当になんか、まあ、注射自体は結構細めの針というか、もうなんか注射自体の痛みも全然なくて、その注射するまでの時間って結構なんかスムーズで、まあ、結構なんかワクチン足りないとか、まあ、なんかワクチンのニュースって結構耳にしててどうかなと思ってたんですけど、意外と接種して、まあ、家に着くまでというか、それまで結構なんかスムーズ、思ったよりなんかあっけないっていうか、さっぱりと終わったんで、その日は全然問題なくて、まあ副反応っていうと次の日とかですかね、の腕の痛み、左のちょっと上のあたりに刺したんですけど、まあ、その周辺の痛みがあったかなっていう感じで、まあ、実際注射自体はインフルエンザの方も注射の方が痛いんですけど、その2日目の注射したところの痛みっていうところは、そのワクチン、新型コロナウイルスのワクチンの方が痛みはあったかなって思います。で、
僕が金曜日に接種して、で、まあ、土曜日、日曜日、練習休みだったんで、その練習とかには実際影響なかったんですけど、まあ、先週の中で、なんかその2日目の副反応っていうのを、まあ具体的に言うと熱とか、そういう反応があったっていう人もいたようです。ちょっと詳しく、誰がどんな感じでっては聞いてないんですけど、まあ熱が出たっていう噂、噂っていうか情報を、まあ聞きました。まあそれがちょっと何日続いたかとかまではわかんないんですけど、まあでもその土日休みも含めて、練習、その副反応で練習休むっていう人いなかったんで、まあその比較的、強めの副反応じゃなかったのかなとも思います。まあちょっとうちのチームから新型コロナウイルスの陽性者っていうのが出てしまったんで、まあその陽性者の人と、まあ1回目ですけど、ワクチン接種の副反応っていう関係がどんだけあるのかっていうのはわかんないんですけど、僕らまだ1回目しかしてないです。その1回目の反応っていうところで、今話したんですけど、そうですね。まあ僕自身は熱もなく、まあ多少腕の痛みっていうのは、2日、3日、3日目にはだいぶ気にならないぐらいになってたかな。っていう記憶なんですけど、まあ、あとその肩、ここ肩、次の日は肩痛かったんですけど、2日目から脇の辺がすごい痛くなって、まあ、痛い、そうですね、なんかまあ噂によるとリンパのあたりがっていう感じで、まあ、僕と何人か脇に、腕と脇の方に痛みがあった人がいるっていうのを聞きました。そうですね、なんか1回目出た人、1回目に副反応出なかった人は、まあ、なんか2回目に出るとか、まあ、その逆もしかりっていう話を聞いてるんで、ちょっと次の接種後の副反応どうかなってちょっと心配してるんですけど、どうなんですかね、なんか副反応めっちゃ出ましたとかいう人も今日なんか吉村知事のツイートでなんか熱出ましたってで何だったかな薬飲みましたみたいなツイートを目にしてあ実際2回目接種してそういう症状出るんだなっていうのが分かってだし、なんかそれ薬飲んでいいって聞いたんで、薬、まあ一応念のためにちょっと準備しておこうかなと思ってますけど、そうですね、どうなるかって、そう、なんかモデルナアームって、自分もなんかニュースだったかなーで目にして、なんか磁石がひっつくようになったとか、なんかちょっと詳しく見てないんですけど、まあそれみたいなニュースっていうのをやってて、どうなんですかね、それは実際どうなのかわかんないですけど、
まあ、吉村知事のツイートとか見て、なんかみんな受けましょうとかそういうわけじゃなくて、まあ実際受けた立場ってどうでしたっていうのをちょっとお伝えできればと思ってやってます。どんぐらい皆さん受けてるんですかね。まあ、なんかこれから受けますとかいう人、もう2回目ですみたいな人もいるみたいで、腕の痛み自体は僕はそんなにひどくなかった。のかな、まあ痛みはありましたけど、なんかもう痛すぎて腕が上がんないとかそこまでじゃなかったですね。逆に2回ともなんか副反応なしっていうかほぼないみたいな人もいるってことなんですかね。それだとなんか安心なんですけど、まあ、一応ちょっと1回目なんもなくて、まあ、2回目だから、まあ、あるかなっていう覚悟をして受けに行きたいと思うんですけど、また2回目出たら、2回目受けたら、ちょっとまた、皆さんにご報告できたらなって思うんですけど、なんかワクチン足りないとか、そういう情報もあるんで、で、2回完了して、2回とも何もなかったって方もいらっしゃるんですね。そうですね。なんか、会社っていうか、ワクチンの種類にもよるみたいな、っていう話も聞いたんですけど、ちなみに僕はモデルナを受けて、まあ、そのモデルナの1回目の反応がさっき言った通り、まあ、腕の痛みぐらいだったんですけど、まあ、2回目とかひどくなるのかなと思いながら、まあ1回目来て出る人もいるのはいるんです。水分たくさん飲んでから摂取した方が副反応出にくい。聞きました。なんかいろいろな情報があって、若い人の方が副反応強い。なんかそれはニュースで見たんですけど、なんかお医者さんか誰かが言ってて、なんかやっぱ若い人の方が敏感だから、それがいいとか悪いとかじゃなくて、そのなんか反応してる。っていう意味で、なんかちょっと反応が出やすいっていうのは、出やすくなるっていうのは、
なんかテレビでやってて、それは多分お医者さんっていうか、そういう関係の人がやってた。まあなんかちょっと実際いろんな情報あって、まあ多分どれもなんか確実なとこないのかなって、なんか感じながら、ワクチン打ったからといって、まあ、かかんないわけでもないし、インフルエンザとかも打ってもかかるってのはあるんですけど、まあその打つ打たないとかは、強制じゃないですし、なんか、ワクチンハラスメントみたいな、そういう言葉も生まれるぐらい、なんか、環境変わってるのかなって思うんですけど、あとはいえ、最近、ここ数日で東京とか、まあ大阪もちょっと気になる数字になってきてて、まあまた、ちょっと、改めて怖いなって思いながらワクチン接種してても、思うんですけど、オリンピックもやってますし、まあ、個人個人が気をつけながら、過ごすしかないのかなって思いますね。まあこういう状況も一年半、コロナとかが広まって一年半とか経って、まあなかなか収まらないなって思うんですけど、そうですよね。今年のリーグ始まるまでにどうなんですかね。なんかワクチン打ったからオッケーっていうわけでもないのかなって感じながら、とは言ってもなんかワクチン打って、まあちょっと慣れじゃないですけど、まあ、インフルエンザみたいにちょっと落ち着くというか、まあ、インフルエンザで亡くなっている方とかもいるって聞きますけど、まあそれに近いなんか形で行動ができるようになってくれたらなって、まあ、多分ファンの皆さんもそうなったら試合見に行くのもちょっと楽になるのかなって思ったり、まあ、僕たちも、まあ、コロナリーグ中シーズン中に2回ほどなって、まあいろいろ大変な経験をしたんですけど、まあ、無事にリーグ開催されて、昨シーズンよりもっといい状況で試合ができることを願いたいなって思います。まあ今の状況で、まあ、こうやって人数増えましたみたいな報道っていうか、状況だったり、まあ、緊急事態宣言とか出たら、また試合なくなったり、無観客とか、で普通にあり得ると思うんで、まあ、なんとか、完全にとまではいかないですけど、よりいい状況で試合したいなって、僕たちも思ってます。
まあちょっと今日は本当はもうちょっと早い時間というか、まあいろいろ時間予定に被らないようにしたいっていう思いもあって、まあ代表僕も見てたんで、まあちょっと見ながらっていうのは難しいと思いながら、今、コウスケがインスタライブやってるのかな。なんか、コウスケもやってるんで、ちょっと被らないようにみたいな、してほしいっていうご意見もあったんで、できるだけ被らない時間帯をしてたんです。ちょっと狙ってたんですけど、まあいい意味で、まあ日本代表の試合とか、結構いい試合してたんで、まあ僕自身も見入ってたってのもありますし、まあ、まあ正直言うとこんなのより試合見てほしいっていうのもあるんで、まあちょっと今日は短めですけど、この辺で終わろうかなと思ってます。ちょっと頑張って動画の更新して、まあ、撮影と編集としてできるだけ定期的に上げれるように頑張っていきたいと思います。はい、ということで、今日はちょっと短い時間でしたけどありがとうございます。ちょっと雑談程度に20、30分弱させてもらいましたけど、まあ、奥の絵これですか。これは、はい、まあご覧の通りというか（笑）ありがとうございます。また配信するんで楽しみにしててください。皆さん、体にお気をつけて、熱中症と、まあ、コロナと、体にお気をつけて、お過ごしください。それでは、ありがとうございました。また、見に来てください。